ならば今その秩序こそが歪められていると解釈すべきではありませんか。他们现在在激烈辩论。嗯，没话讲了。やれやれ。本当にそうならば私も楽に意見が通せるのだが、あなた方と来たら揃いも揃って手厳しいことこの上ないと来ている。两个人聚在一起就变得很棘手。そのあたりも大抵の頃の伝統に引き戻してほしいものだね。これは一本取られました。要怎么样？大帝国的传统是什么？多数决吗？理事長のご意見を検討し、実現に向けて練り上げるのは我々の役目でもありますから。ほら手厳しい。バンダイク学院長も何とか言ってやってくれたまえ。要阻止他们讨论了。わしはあくまでこの理事会の進行役にすぎませんから。哎呦，他故意置身事外，爽。若い殿下の改革にかける情熱に期待させていただくとしましょう。哦，凡戴克学院长很屌哎，你知道这句话的翻译叫什么吗？就是你们吵你们的，管我屁事哦，吵完再跟我讲。さすが我が恩師。それ以上に手厳しかったか。关我屁事哦！你们吵完再说，我先去睡觉了。我只是主持人而已哦。哈哈，吵完了，赶快吵啊！良き師弟関係ですね。さて、次の議題は私の方からですが。所以吵了很久，没有结论，有没有？没有结论。動力ネットと魔道場に関しては、先ほど報告した通りです。要大规模设置导力网柱和导力帐。这样子可以吗？如果这样子设置了，会不会很容易就被？你们有没有做防火墙啊？先问一下。特に動力ネットに関しては、今後セキュリティ技術の導入は必須となるでしょう。终于要引进保全技术哦，这不是当然的吗？当初在设置的时候就应该要做了。ああ、そうだろうな。現在 IBC 方面の仲介がやりにくくなっているので。直接財団を頼る必要があるが、就是委托我们嘛，我们超强的，我们做什么莱恩福尔特公司。そちらはお任せください。没错，就交给我，有钱赚的事情都交给我。そしてもう一件は魔道場とアークスの運用についてです。我们的アークス技术全国导力技术全国第一，什么都要仰赖我们，然后都要卖很贵。言い換えれば七組の今後の運用とも言えるでしょう。それは。你们的胸部为什么都要这样子前前后后这样动啊？好好的坐着不行吗？啊，好好的坐着不行吗？不止这个什么，这个女的就算了，男的在那边动什么？娘が在籍していることはひとまず置いておくとして、先日のガレリア要塞の一件は改めて検討せざるを得ないでしょう。假赛事件当然要重新讨论啊，你们只派八个人那边。好了，不讲了。我对八个那八个牺牲的勇士表达最沉痛的感是呢，最深层的哀悼啊，沉痛的勇士。結果的にアークスの効果が十二分に発揮されたとはいえ、この状況下で。同じように特別実習のカリキュラムを続けさせるべきなのでしょうか。難しいでしょうね。很难实行，没有特别课程了，耶、不用课特别在那个什么大陆那边跑来跑去哦。テロリストの件といい、クロスベル方面の問題といい、予断を許さない状況です。少なくとも今月については中止するべきかもしれませんな。呼吸，你们呼吸会这样抖，我才不信呢。如果你们呼吸这样抖，请去看医生，好不好？问医生为什么我会这样抖，不自主的抖动，有问题啊！テロ組織が検挙され、クロスベル方面が落ち着けば再開すればいいのですから。这个月不用出去了，太棒了。哦，取消我们的休假，对吼，我出去是休假、欸。点点点，若者よ。世の礎へ垂れ。你干嘛忽然讲这一句话？哦，你反对出去，是不是反对不出去？所以你就是要叫我们还要出去。ご存知の通り、学院に伝わる
ドライケルス帝の言葉さ。そして七組の諸君はガレリア要塞の事件においてまさにその言葉を体現してくれた。列車砲発射という惨劇を阻止して世の礎を守ってくれたのだ。所以还是要去，还是可以去度假。看来要想留在学院里好好念书都没有办法。命令されてではない。自分たちで覚悟を決める形で。哎，我们好可怜哦。有时候想要专心念书，想要待在学校里面念书都不行，还要强制被派出去度假。無謀かもしれない。軽挙かもしれない。身の程知らずかもしれない。哎，太可怜了。だが私は学院の理事長として、七組の諸君を誇りに思う。殿下。今後、エレボニアは、いや、ゼムリア大陸そのものが激動の時代を迎えるかもしれない。讲了这么多，一样自由活动日，一样调查旧校舍，一样那个实战训练，一样去外面实习。这个月跟前一个月，跟前前一个月，跟前前前前前好几个前的一个月都一样。讲这么多就是这样子。だからこそ特別実習の意義は大きい。激動の時代を共に乗り越える強さと強靭与启发手に入れるという意味においてそうは思えないだろうか。確かにクラス全体が成長している実感はありますね。至らぬ我が娘にどれほどの可能性が示せるかは分かりませんが。それを言うなら愚息も同じです。果然是特权班呐、啊，有没有特权？我が弟も同じ。ですが、この学院に入ったことで少しは殻を破れたようだ。特权班呐、啊，特权，超爽的。来月は学院祭があるため、元より実習の予定はありません。学園祭耶。今月末の特別実習を。予定通り実施するか否か。他们的九月那个都要举行文化祭啊。賛成の方は挙手を願います。所以还是有，即便学校在举行文化祭，还是要出去实习。哎，我们又要去哪里度假了？特别导师时间，为什么要加个特别？それでは。具体的な案を皆さんから募りたいと思います。你们要做什么？第127届。哇，127届的军官学员祭，所以这个学校有127年了。嗯，好像以前就有讲过，只是我没有很在意而已。10月23号，10月23日、24日の2日間。我只有觉得出外的时候这个班长就神隐，就完全就是在那边装嫩，有没有？完全不发挥，都得离根去发挥。出し物などの設置準備は前前日の午後からになります。所以你们要办女仆咖啡厅还是办鬼屋？女仆咖啡厅还是鬼屋？当然その前までにも入念な準備が必要になりますね。まあその意味でも何にするかどうかは重要だろう。还是军官学校不做这种事情。展示、イベント、ステージ、飲食店舗なども許可されている。所以要投票了，是不是？你们才几个人而已，有什么好投的？そうでしたね、クロー先輩。ま、単なる展示ってのはどこもやらんと思うけどな。所以你想办什么独吗？なつか、それをやったら学生として負けって感じ？まあ、まずはみんなでアイディアを集めていきましょう。女仆咖啡厅、鬼屋、好、投票。何でもいいので、思いついたものから言ってくださって結構ですよ。女仆咖啡厅、鬼屋。大家都没意见。啊哈哈，
这时候没意见的时候，班长就要说，不然班长自己 说一个好了，然后就把鬼屋写上去了。君たちな、少しは協力したらどうだ。我虽然知道。そのなんとなく集中しきれないっていうか。因为国家正在动荡啊。お前こそ先ほどから落ち着かない素振りだろうが。哦，果然是知心的另一半呐。啊，無理ないよね。ちょうど今理事会で我らの処遇も話されている。怎么处置你们？解散好了，特权班。その理事が肉親ともなれば、なおさら気になるだろうからな。自己亲人。对啊，都是你们的亲人。嗯，ヤリさん。そうなのよね。妈妈就在下面呢。今月の特別実習もどうなるかわからない状況だし。一定会去，好不好？まあ、そうだな。如果不去，那第六章显得就分量就太少了，对不对？先月の実習のことを考えれば、中止になってもおかしくない。等一下，萨拉教官就来了。哼，別に実習にこだわっているわけではないが。勝手なカリキュラム変更に納得できるわけがないだろう。那个尤西斯后面的座位不会是马奇亚斯的吧？他感觉好像被排挤了，一个人坐在第三排。その判断に身内が絡んでいるとなればなおさらだ。確かに。わからなくはないかも。実際実習に行くかどうかで準備期間も変わってきますから、出し物にも影響しそうですし。也关系到我们展出的内容。確かにちょっと困りましたね。你们就办女仆咖啡就好了，就不用什么啦，制服穿一穿，帽子戴一戴，就可以出去啦，就跟飞一样。真面目だね。怎么了？ところで根本的な質問なんだけど。你不晓得什么叫文化祭是不是？学院祭って何なの？果然，果然不知道。君な。すみません、そこのところから説明してませんでしたね。他们也很喜欢抖动，果然这里面的人都很喜欢这样呼吸啊。就是由我们学生自主举办一年一度的祭典，哇，李恩你好可怜哦，别人都有语音，你的竟然没有，你为什么都被拿掉了？帮主角配音的配音员其实也蛮爽的。有活动摊位或是舞台等等的发表会等等，这个在这间学院主要以一年级为单位推出计划。二年生は進路もあるから有志限定みたいだね。所以二年级就不用，那三年级呢？你们只读两年而已哦，要烦恼出路？我以为烦恼出路是三年级的事情呢，二年级就要烦恼出路哦。あとはクラブ活動ごとに何か出すパターンになるかな。へえ、面白そう。お、面白そう。それだったら絶対に何かやらないとダメだよ。一开始就说要做什么啦？你真的没有融入我。他のクラスよりも目立たないと、なんか尺だし。所以就女仆咖啡啦。そうなのよね。早速一組の生徒に絶対負けませんわとか宣言されちゃったし。何それ？何それ？对啊，那是什么鬼？フェリス嬢か。いかにも言いそうだな。你跟他变得很骂鸡了吗？実際、6月の中間試験で一組は僕たちにかなり対抗意識を燃やしているみたいだからな。怎么跟七班比？拜托，七班就是特权班呢，就是特权的特权。你们一班了不起是贵族而已，怎么跟特权的特权比？不可能的啦。ハイアームズの三男に勝ち誇られるのはありえんが。输得那个家，不晓得什么海恩斯家。こちらの人数が少ないことも考えに入れるべきだろうな。所以就少量取胜呢、啊，就女仆咖啡厅有没有？そういう問題もあるか。这个班人真少。せめて他のクラスの出し物がわかるといいんだけど。不用知道啊，隔壁的也是在做女仆咖啡啊，不然就做鬼屋啊，对不对？大家也有种难以集中精神的感觉，我觉得就办第一
武道大会，天下第一武道大会，有没有？这样就可以很抢戏，大家就会来打，就成功了，就很吸引，光彩夺目。奖品是什么？奖品就把自己的 AX 送给他，我们就可以把男主角的座位交出来了。有没有很感动？不然把我那些放在仓库里没有用的那些球球一起送给他好了。ほらほら、シャキッとしなさい。振作一点。サラ教官。不是自习吗？そうだったけど、理事。